皆さんこんにちは札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズ店長の段三ですこんにちは今年になってから山にまつわるお話を始めることにいたしました第1回目は山の神 さの神。の話をいたしました。2回目は大先輩のクライマの方との。出会い、そして。様々なことを教わりました。なんてね。お話をさせていただきまして、今回は山の主生き物です。私が。山で出会った生き物の話を。 大変不思議な感覚になりました秩父に両神山という山がございましてね私はそこの山が好きでよく通っていたことがありますそんな時に、まあ、天気は悪く、まあ、雨の登山もいいんだろうななんて思って両神山に 登ったんですがその山頂付近の森の中で巨大なカモシカシルバーバッグですよカモシカっていうのは大きくても羊ぐらいのサイズですねそれがもう牛ほどの大きさでまさにそれは主というにふさわしい大きな大きな カモシカですカカモシカっていうのはねこう角も生えててウシ科なんですよ。カモシカなんてシカじゃないですからねあれ牛なんですよ。日本古来にいる野生の牛ですだけれどもその両神さんであったカモシカほど大きい体型をしたカモシカいやそれはもうびっくりしましたね。 スッと気が付いたら私の目の前にいて二人でじーっと見つめ合って私は軽く会釈をしてこのようにずっと立っておりましたまあどれぐらい時間が経ったのかゆっくりと去っていきましたんでね私はありがとうございましたと頭を下げて。 まあその場から下山したんですが両神山には主がいるんです。でねこれはちょっと面白いななんて思ったことがありましてまたある時にその両神山をまあ違うルートから行くそこは途中に山小屋があるんです平日ですよ下からこう登っていくと山小屋が見えて向かって右側にはテラス。 で階段上っていく正面にはちょっと高い位置に窓がありましてねそこの窓に肘をついておじさんがニコニコして見てるんですね私のことこんにちは」まあたわいもない山の話をして私も両神さんが好きでっていう話をしていて「あそうだ前回来た時にもう」 大きなカモシカに出会ったんですね白髪の大きなカモシカこのおじさんが窓にひじをついて、ね「うんそうだいやあいつはね悪いんだよもう山の上の草を食っちゃってハゲにしちゃうんでねうん んななな毛の色をしててかったかいいなんて自分の髪の毛を吸うその方は「自称山の小屋の管理人白いひげを生やして白髪でロン毛いやーそうですかまあではちょっと山頂行ってまいります」なんてねその場を後にしたんですか 妙だなそもそも平日に山小屋の管理人なんかいるのかなしかも自分の髪の毛を持ってこんな髪の毛してただろうなんてニヤッと笑う、うん、まあちゃんとした山小屋の管理人なんでしょうね両神さんの小屋番 また、ある時にこれは箱根の山、冬場です夜に訪れたんですねその時は、仲間にまあヤスというのがいましてねそれと二人でいたんですよ冬なもんで、バーッと雪が降り出しましてねそうしたら、なんと林の中から それも牛ほどの大きさの今度はイノシシですよシルバーバッグで牙がグーッと出てまあ迫力があるそのイノシシの後ろに普通のサイズのイノシシ20頭以上はいたんじゃないかなイノシシの更新ですね場所は 確かおたまが池というあたり池があったその横です林の中から道路を横切ってずっと行進していったのには驚きましたね箱根の山には大きな大きな主イノシシの姿をした主がいるんですよ 今度は西丹沢ここはよく私も訪れるところなんですが大滝というところから一軒家避難小屋、まあ、そこを起点にしてバリエーションごとで安倍ヶ丸の山頂に行ける潮根があるんですね。これはは登山道ではないけどそこはまっすぐ安倍ヶ丸の山頂に行ける。そこのの小屋の後ろに 急な石段がありまして山の神という祠が祀られていましてまあ古来より山神様をお祭りしている場所なんだなとまあそこに行くと小さい祠があってワンカップの日本酒のねカップなんか置いてあるもんでまあ大抵はまあ苔蒸しているのでまあその辺を掃除して。 一旦それを持ってとの沢できれいにして水を入れてお供えしてお参りをするまあお参りをするといっても何か健康でありますようにとか儲かりますようにとかそういった自分のことではなくてこの地球に生かされてるんだな 感謝の気持ち、まあ、それをお伝えしたいなという気持ちで私はお参りするようにしていますでそこには金色の蛇が住んでるんですよけれども夏に何回か行くと緑がかった金色なんですね大蛇青大小です形は。 それがよくこう現れるそれるそも不思議な場所ですね私たち人間も木も生き物もこの地球の上で生まれ育って死んでいく意識した方がいいななんていうのはまあ生かされてるっていうことなんじゃないでしょうか。今年は特に 自然災害あるいは人のストレスが高まっているそんな年になるんじゃないかななんということも感じ取っている方も多いのではないでしょうか今こそ私たちが調和を持って生きようよ それは考えるのでなく意識の中で感じるんですほがらかに楽しくいきましょうよ皆さんね。私たちは一人じゃないんです ということで、最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。よろしかったら、チャンネル登録、グッドボタン、お願いいたします。ありがとうございます。